こんにちはマセンです今回はスーパーの会計前で魚の切り身を食べた元 YouTuber のヘズマリュ原田翔太被告30歳が号泣無罪主張をしていることについてお話ししていきたいかなと思います。はい。ということで、いろいろある方で、えーまあ、迷惑系とか突撃系 YouTuber そししててて活動していてスーパーの会見前で魚の切り身を食ってむしゃむしゃと食っていたりとかアパレル店で購入した T シャツが偽物だと罵声を浴びせて返品を迫ったりだとか、まあ YouTube、他の YouTuber に突撃しに行ったりとか、えー、なんだっけ スクランブル交差点で寝に行ったりとかまあただクソ迷惑の、まあ、そんなことをされた方で、まあ、今現在は飲食店で、えー、まあ仕事をしていて時給1000円で集合で働いて休日は家族の介助などをしているということで、まあ、自分のやってきた まあそういう、まあ、迷惑なことって、まあ、跳ね返ってくるのでいずれだから、うん、まあしょうがないよねっていうのは、まあ、正直なところですがあの、まあ、この号泣っていうのが本当に泣いているのかはたまた嘘泣きなのかまあそれはまあ 本人次第だと思うんですけどまだ彼は30歳ですね。まあそこでの30歳で、まあ、過ちに気づいてじゃあこれからどうしていくべきかということをちゃんと考えて、まあ、今後行動して生きていってまあそれで、まあ、最終的にそのことが笑い話に。 終わればまあいいんじゃないかなと思いますね。まあ、今後のあの歩み方次第なんじゃないかなとすごく思いますね。うん、まあ、人様に迷惑かけちゃダメだよっていうあのすごく子供がお子様が見てあの学んでほしいなっていう教材かなと思います。 はい、ということで今回はスーパーの会計前で魚の切り身を食べた元 YouTuber のヘズマ流原田翔太被告30歳が号泣無罪主張をしていることについてお話ししてきましたそれではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっております また引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。